トムとジェリーは2021年のアメリカの実写アニメーションスラップスティックコメディ映画である。ウィリアム・ハンナとジョセフ・バーベラが制作した同盟のカートゥーンのキャラクターと劇場用短編アニメをベースにワーナーアニメーショングループが制作しワーナーブラザースが配給した。1992年に公開されたトムとジェリーの大冒険に続く2作目の劇場用映画。 ティム・ストーリーが監督を務め、ケビン・コステロが脚本を務める。実写の出演は、クロエ・グレース・モレッツ、マイケル・ペーニャラで、声の出演は、ニッキー・ジャム、ボビー・カン・ナベール、リル・レル・ハウリーラが務め、トムとジェリーの声は、ウィリアム・ハンナ、メル・ブランク、ジューン・ホーレイのアーカイブ音源とともに、フランク・ウェルカー、カイジ・タング、アンドレ・ソグリウゾが担当した。 米国では2021年2月26日にワーナーブラザースから劇場を公開され、同時に HBO Max での1ヶ月間の同時配信公開も行われた。日本では3月19日から劇場公開された。配信時のタイトルは映画トムとジェリー。舞台はアメリカニューヨーク州ニューヨーク。キーボードを持った猫のトムは列車に乗ってマンハッタンを目指している。 同じ頃、ネズミのジェリーもマンハッタンで物件を探していた。不動産に詳しいネズミに案内された物件が気に入らず自力で物件を探そうとする。その途中でジェリーはセントラルパークでトムを見かける。トムは丸い黒メガネをかけてキーボードを演奏していた。脅威のトムという看板を掲げ、観客はトムが盲目だと思い込み、ゲータッシャだということで小銭を投げていた。 トムを見かけたジェリーは、キーボードの上で、トムをからかい、トムの演奏に合わせて踊り始めた。ジェリーの踊りに注目が集まり、トムよりも、小銭を集める。ジェリーの方が小銭をたくさん稼いでいることに腹を立てた、トムは、ジェリーと追いかけっこを始める。丸い黒眼鏡が飛んでいき、客は騙されたと怒り、自分が出した小銭を回収して去っていく。追いかけっこをしていたジェリーは馬車に乗って去り、 トムのキーボードは壊れてしまう。キーボードを壊されて腹を立てたトムはセントラルパークを走ってジェリーを追う。その騒動に巻き込まれ自転車に乗っていた女性ケイラ・フォレスターが転ぶ。ケイラは回収した洗濯物の下着を盛大にぶちまけてしまう。文句を言おうとしたケイラだが目の前でトムが車に轢かれて潰れていたため絶句する。 ケイラはバイト中だったが、転げて下着をばらまいたことで、仕事先の評判を落として4週間の謹慎を言い渡され、抗論の末に首を言い渡される。仕事がなくなったケイラは、途方に暮れる。追いかけっこの後、ジェリーは、ロイヤルゲートホテルを見つけ、いい場所だと入り込む。ここに住もうと決めたジェリーは、ホテルの奥に入り込み、通風口にいい場所を確保する。 トムはジェリーを追いかけて入ろうとするが、ホテルのドアマンに追い払われ、一歩も足を踏み入れることができない。後にケイラもホテルへやってくる。ケイラは、ホテルの宿泊客を装い、朝食を無料でいただいた。朝食を食べて満足したケイラは、大きなスーツケースを持つ女性を見かけて話しかける。その女性、リンダ・ペリー・ボトムが観光客だと思ったため、ケイラは、 ガイドを買って出ることで小銭を稼ごうとしたのだ。しかし、リンダーは観光客ではなく、ホテルのスタッフ募集の面接にやってきたのだと答えた。ケイラが話の水を向けると、ペラペラ事情を話す。この週末にロイヤルゲートホテルでは、ベンとプリータという有名、セレブカップルが結婚式を挙げる。ホテルは格式高い高級ホテルだが、 今までにない盛大な結婚式を開くため、人手が足りず、臨時スタッフを募集しているのだ。それに応募をするとリンダは話す。事情を知ったケイラは、覆面面接官のふりを装う。面接に来た者が軽率に、ホテルの事情を話してはいけないと注意すると、リンダは信じて驚く。ケイラは、リンダの履歴書を預かるが、面接は失格だと言い、リンダを追い払う。リンダの履歴書は、 そうそうたるものだった。ケイラがホテルの受付係のドーラに見せ、面接を受ける。履歴書は半分に破って自分の名を名乗り、ドゥブロー支配人とイベント責任者のテレンスと会う。ドゥブローとテレンスはケイラを信用し、イベントプランナーとして採用を決定した。イベント終了までケイラは住み込みで働くことになる。トグはホテルに入ろうと裏口に忍び寄るが、 この一帯を縄張りにしている、路地裏猫のブッチたちに牽制される。絡まれて困ったトムは、動物管理局の車が通りかかったため注目させて、路地裏猫たちを追い払った。様々な手を使って、ホテルの中にいるジェリーのところへ行こうとするが、トムはなかなか成功しない。ケイラはテレンスに案内され、ホテルの主要メンバーを紹介される。厨房には、ジャッキーというシェフがおり、 ドアマンの上位は風変わりな女性だった。バーテンダーのキャメロンは気さくで話しかけやすいため、ケイラは意気投合する。そこでロビーに今しも週末に結婚式を挙げるベンとプリータが到着したのだと聞かされる。テレンスもケイラも慌てて二人を迎えようとする。セリブのベンはブルドックのスパイク、プリータは猫のトゥーツを連れていた。ケイラが自己紹介をして、 神父、プリータの指に輝くダイヤの指輪を褒めた。その時、裏の厨房から、ジャッキーの悲鳴が聞こえる。ケイラが向かうと、ネズミが足の上を通り過ぎたという。格式高いホテルで、ネズミが出たとなると大問題となる。テレンスは、ケイラに、客には見つからないようにネズミを捕まえろと命じた。その頃、ホテルに入れないトムは、雨に濡れながら、途方に暮れていた。 頭の中では、トムの天使と悪魔が議論する。くじけそうな心を奮い立たせたトムは、電線を伝って、侵入を図った。苦労の甲斐があり、窓から入ることに成功する。トムは、ジェリーとホテルの部屋で再び追いかけっこをする。騒音の苦情が入って駆けつけたケイラは、トムを見つける。セントラルパークでぶつかった猫だと気づいたケイラは、トムとジェリーの因縁を知った。 ケイラはトムを説得し、一緒にジェリーを捕まえようという。ケイラはテレンスに掛け合い、トムを臨時スタッフとして雇った。トムは帽子と名札をつけ、ボーイの格好をする。しかしジェリーをなかなか捕まえることができない。そんな時、ケイラはプリータに呼ばれて相談を受ける。プリーータはダイヤの婚約指輪をなくしたのだ。ケイラは絶対に探すと約束する。 ダイヤの婚約指輪はジェリーが持っていた。追いかけっこで苦境に陥ったジェリーはダイヤの指輪をケイラに見せて取引する。ケイラは一回だけ見逃すことで指輪を奪還した。指輪を見つけた手柄でケイラはプリータの信頼を得る。その時散歩から戻ったスパイクととム、ジェリーが鉢合わせした。追いかけっこがエスカレートして乱闘騒ぎになり、 ホテルの備品を壊しまくった挙句、ロビーのアトリウムの屋根を割ってしまうという、大騒動が発生する。トゥブローは怒り、テレンスを首にした。ケイラは、プリータのお気に入りだったために首を免れ、テレンスの代わりに、イベントの責任者に引き立てられる。ことあるたびに、履歴書の華々しい職歴を持ち出されるため、ケイラは、履歴書は、嘘だったと正直に言い出せずに悩む。 これ以上失敗はできないと思ったケイラは、トムとジェリーを説得する。ホテルにいるために、トムとジェリーが仲良くできるか、明日飯にニューヨーク観光をすることで証明してみろとケイラが言い、2匹はそれを受ける。一方で新郎のベンは結婚式に張り切っており、派手な演出をしようと考えていた。入場行進に像を使おうと考え、手配する。神父のプリータは、 ベンの派手な演出を好ましく思っていない。小さな式にしたいと何度もベンに言うが、ベンは、プリータの両親にもいいところを見せようと考え、どんどん派手なことばかり考えて、プリータの意見を聞かない。翌日、トムとジェリーは最初こそ仲良く観光していたが、野球観戦の時に追いかけっこを始めてしまい、動物管理局に保護されてしまう。路地裏猫に絡まれて、 絶対絶命のピンチの2匹に野球の放送を見ていたテレンスが面会へやってきた。テレンスはトムとジェリーと別々に話をする。それぞれに連れて行けるのは1匹だけと言い互いの悪口を吹き込んだ。仲が悪い2匹をイベントに入れて台無しにしてやろうと考えたのだ。結婚式当日、ロイヤルゲートホテルには 結婚式に参加する大勢の招待客がやってくる。ホテルは豪華に飾られ、ご馳走も並んでいる。披露宴の会場には、ゾウだけでなく、クジャクや、トラまで用意された。テレンスはそこに、トムとジェリーを別々に投入した。ジェリーを見つけたジャッキーが怒って、ウェディングケーキを粉砕し、ジェリーを見たゾウが驚いて、パニックを起こした。動物たちは、大乱闘となり、テレンスは、 乱闘に巻き込まれ、招待客は逃げ出し、会場は大混乱となり、結婚式は台無しになった。ケイラの履歴の嘘も露見し、ケイラは嘘をついていたことを詫び、ホテルを去る。さらに、神父のプリータが指輪をベンに返し、結婚自体をやめると言い出した。プリータは自分の意思が聞き入れられなかったことを告げ、やっとベンもプリータの不満を知った。 ホテルを去ろうとしたケイラはキャメロンに誰かと比較するのをやめて努力すればいいと励まされる。プリータが結婚を取りやめようとしていると聞いたケイラは結婚式をやり直そうと決めた。トムとジェリーと手を組む。上位のアドバイスでケイラはセントラルパークで結婚式を挙げればいいとベンに言う。ホテルをチェックアウトして車で移動するプリータをトムとジェリーは追いかける。 電動キックボードとドローンを使ってプリータに追いつきプリータの猫トゥーツをダッシュしてセントラルパークまで案内したプリータが行くとベンが謝ったセントラルパークで結婚式をやり直すという改めてセントラルパークで披露宴が始まったケイラは本物の履歴の主であるリンガを連れてきたトゥブローとテレンスはリンガを見て気に入り 明日またホテルのスタッフ募集の面接をやり直すという。披露宴でピアノを弾いていたトムに、ジェリーが、懲りもせずにちょっかいを出していた。喧嘩を始めそうなトムとジェリーとスパイクを、ケイラたちが睨んでいる。視線に気づいたトムは、急いで、ザエンドと書かれたカーテンを閉めた。エンドロール終了後、振動の弁が、結婚式2回分の請求書が届いていることを問い合わせる。テレンスは笑いながら、 ご利用ありがとうございますと答えた。学面通り2回分請求されると知り、弁は絶句する。ありがとうございます。